なんか今日という日がやっぱり一つの日本の自動車産業の大きなこう転換期というか歴史に残る日になるかなと思うのは、はいはい、そう期待してます。そうですね、はい、やっぱりこの高級セグメントにハイブリッドを持ち込んだっていうのは多分驚きですね。そうですね、あのプリウスが出てまだ10年ですから、うん、あのその10年後にあのフラッグシップである LS にハイブリッドを積むというのはある意味でチャレンジ。多分社内ではもう壮絶なこうケンケンガクガクの議論を本当にできるのかみたいな話も含めてあったと思うんですけど、技術的に果たして高級車ができるんだろうかと、うん、まあ、いう問いかけと、もう一つはあのその当時で本当にあの環境のハイブリッドで高級車として売れるんだろうかと、うん、こういうマーケティングセールスと技術的な面両面でかなり大きな議論がありました。もうなんか無限大の会議をやったんじゃないかなと思うんですけど、はい、あのいろんな選択肢がパワートレインあったと思うんですけど、はい、あの5リッターを選んだっていうのは460より排気量をあえて上げて、はい、しかも電気モーターでパワーサプリメントするという、はい、ちょっとこう パワーに対してこう欲張ったというかですね、そこはどんな理由があったんですか。狙いとする6リッタークラスの動力性能を得たいというのが一つと、リッター12気筒とか、そうですね、はい、それが一つと、もう一つがやはり460とこの 600H を買うという人のこのセグメンテーションですね、差別化ですね、はい、分かりやすく5リッターにハイブリッドというふうに言ったことを、といった方がですね、こう、まあ、響きもいいということも含めて、あえてそこは種類は増えるんですけども、差別化をいたしました。フォルクスワーゲンが 1.4 リッターのツインチャージャーにして、意図的にダウンサイズにして、はいはい、直噴火球で、はい、1400回転で240ニュートン、はい、1400cc の常識を覆しましたよね。はいはい、そうですね。でやっぱそのそういう意味で言えば、もしこの V8 を、ね、ダウンサイズにしていくとすると、あの GS あたりが持ってる 3.5 の V6 直噴の、はい、まあ、例えばツインターボにこのハイブリッドシステムなんて組み合わせも将来に向けてね、はい、考えられるのかななんて思ってたんですけどね。あのそれはあり得るでしょうね、選択肢の一つとして、やっぱ回転数を下げていった方が燃費もいいし、はい、だからかえってこのハイブリッドによって内燃エンジンがね、はい、もっとこういろんなことできる、そうですね、時代になったのかなと思いましたね、はいはいはい、加速してるとあのなんていうのかな、本当にこうスロープみたいに段差がないじゃないですか、はい、変速機が電気的な CVT ですよね、はいはい、で実際走ってみるとこのスロットルペダルのストロークもすごくね、はい、今までの日本車にはないように深いストローク感を持ってますよね、はい、ペダルの、はい、だからこうなんかブラックホールにこう吸い込まれていくような感じの、はい、こうシームレスな加速感がね、はいはい、果たして何キロまで出るのかなってこう思ってしまうような印象ですね、はい、そうですね。まあ、でもヨーロッパでは残念ながら良心的に250キロでリミッターつけてるんですよね。そうですね、今160です。ほら全然段がないですよね。そうですね、あこれちょっとエンジンブレーキの利きがガソリンエンジンと違ってスーッとアクセル戻したの。一応250ですよね。はい、振動と音がないからかえってこの辺の風切り音の方が気になるぐらいで、はい、今までの車とはちょっと違った、はい、その音の
音響の感覚ですね、はい、これ200キロ以上でもアクセル戻すと回生してるんですか。そうですね、四輪で回生してますので十分に。あ、回生率高いんですね。はい、4区っていうのは1つがまっすぐ走るトラクションをしっかりすると、運転ともう一つは4輪でしっかり回生しようと。エスティマもそういうこと言ってましたね。そうですね、はい、やっぱりこれだけのトルクあると4区じゃないとタイヤが変摩耗したり、ユーザーメリット大きいでしょうね。そうですね、安心してこう踏めると。閉まった感じなんですね、はいはい、BM やそのアウディ、メルセデスとは違った意味での、はい、こうちょっとスポーティーさというか、はい、ベースの460に比べて、はい、味も少し全体的にスポーティーと感じですね、はいはい、そうです。